さあ5月13日ナイン戦ツアボロ戦始めていきたいと思います。本日のメンバーはコリタンネクロ、太郎ユリア、なっちゃんケン、竹本チンリー、池山ネクロ、シャオのイブキ、そしてバナオの竜。本日プレイヤー兼解説バナオの竜、そしてヘボ竜の竜で、これはバナオはプラス2、そして竹本チンリープラス1で始めていきたいと思います。さあ一番これは初めのカードですね。トリタのネクロ対タロウのユリア。さあバナオさん、プレイヤー兼解説という新しい、新しい分野に挑戦しようと。まあ要はあれですね、選手権監督みたいなもんですから、これは藤間の旅人みたいな。藤間かバナオか、商用なのかそれとも何なのか。なんか面白いこと今なかなか面白い。ラウンド1本取っているのはゴリタンのネクロ。なんかね、はい、DMRX の間では、はい、64ネクロらしいんですよ。64ネクロ。まあただ杉山って男はね、肘に出たいだけじゃないですか、要は。なんですけど、はい、あの位置で肘取って杉山が大したもん入ったんですよ、はい、だからワンブロスフィアエイジスとかやったらいけないですか。あー、そうですね。なんだけど、ね、杉山の端は最強だから、端行ったらどっちも相当きつくて、でも中央はネクロ側の技が結構機能しやすいから、はい、まあ、ユリアンが強いわけにほとんど大事で勝てたりとかっていうのがあるんですけど、8回盤で一応見せるんですけど、8回盤が見せられた中盤やるとさすがさんと端持ってられるから、じゃ結構ネクロはかっていうかかなり印象的なんですけど、やっぱ食らっちゃいけないものが結構多すぎるし、近づかれたらさすがにちょっときついっぽいですよ、ネクロ側が。まあ、ダメ端勝ち上げから、スミア、ネクロはガードルもすげえ簡単で、ネクロがマジで抜けれないんで、そういうことを考えるとちょっと、端が絡むと、端はさすがにない。さあ、ここはコニタンが幸先よく立って、プラス1。ここで出てくるのはプレイヤー兼解説のバナオ。バナオ対コリタ。さあ本日バナオが選んでいる姓はシンク波動、レンジンではなくシンク波動。ネクロ戦はバナオはこのシンク波動非常に多い確率で使っていく場合がありますが、さあこの試合うまくシンクハード機能しているといえるのか。 EX 速度にゲージが回せているので、まあダメージはうまく取れているといえるでしょう。さあゴリタン対バナオ。さあ本日はこのつわもの戦にそんなに時間かからなければ土佐戦もやっていきたいとは思っているんですが、毎回こんなことを言って土佐戦やらないってパターンが結構あるんで、そんなに期待しないでください。自由足大探索で、ね、しかし電磁ではない。ここはの EX 波動。さあ EX 波動で、波動で、さあこれは相手になっているか。画面端をキープできているのはコニタ。投げて、投げがラスされているが、内足で勝ってバラーバプラス2の状況なんでサクッと上がれそうな気がするが、ここでサクッと上がれると猛者戦も見えてくる。さあバナオプラス3、ここはしっかり勝っていく。さあここで戸塚先生も登場してつわもの戦9人ですか。9人となりました。さあ今日は2人ぐらい上がる時間があるんでしょうか。さあ画面上に映っているのはシャオの息吹。さあ最近かなりやり込んでいるシャオ。やはり団員戦初期のことを考えるとシャオもかなり感覚が戻っている。一番強かった時のシャオに近づきつつあるというよりは、もうもはや今がピークなんではないでしょうか、シャオ。さあここで選んでいる姓はこれ闇しげるですね。同期は闇しげるなのか、シャオ。さあしかしバナは前陣、イリキ戦もシンクハードを選ぶことがかなりバナオありますが、今回はシャオ相手ということで電池を選択している。
個人的にこのショーとバロンを見ているとかなりバロンの勝率が高そうには見えるが、今回は果たしてどうなるか。ボンショーボンショーガードして、さあラウンドを取ってみましょう。バナオトはかなりやり慣れてきてはいる。この原神対策もシャオはやってくれる可能性はかなり高いでしょう。出ない、前中でやりすぎでしっかり決めて安定した立場に押そう。ボンショーガードしている。ここはこの画面足をしのいでシャオが勝っていく。ここで出てくるのは池山レクロ。さあバラオさん、ネクロユリはこれネクロユリなんですよ。あネクロ6かな、一番なんかネクロ対ユリのカードをやってたであろう、モニターシャオって組み合わせで、はい、64でネクロって話します。64ネクロ、まあ、かなりユリもいけると。まあただ要は一撃クラッチアウト、エレクトリックスでクラッチアウト大変なことになるんでしょう、このカード。まあ、この立ち回りが、やっぱりネクロの伸びる技に対して、ヤミシクレの持ってない感じには、ネクロが伸びる方が。そういうことですか。で、これが手前含めて、全部中の電池グラスに付けて、はぁ、あ、はぁはぁ、あ、結構楽ができる、キシャー楽ができるんですけど。おっと、これは非常に前の上回り方。これは、こう見せているが、こちらに攻めいくわけで、打感はヤミシクレが、ヤミシクレ高い。近かったら近かったらいいけど、スラ入ってる、多分エレカ振るっぽいな。あーはーはーはー、くらい、スラくらいでエレカかくちゃって口ターゲットをしっかり拾って中盤エレクトリックスネーク。池山が調子が良さそうだ今日は。ドリル、まあコンセプトとしては投げられたくないんですよね、お互い。そうだね、画面端には持ってかれたくない。あしかしオドリル、あとはあの池山の投げ前が狭いから結構始まる頃のお店とか、そうですね。さあスタンチがやはり高いこのネクロ。池山が勝利。ここで出てくるのはラッチャーの剣。さあこのナツの剣あたりが今日はキャラを考えてもかなり本編に近い部分が入ってる。これだと思います。まあ、バナオさんはまあプラス2ですので、まあ、どうせそうなんですけど、まあ、2ヒットですね、今のラッチャー、さすがですね。まあ、ラッチャーもね、2ヒット結構長いから。そうなんですね、さっきあの池山さんと申し合いやって、それを見てる感じ、池山さんかなり分かっているんじゃないですか。なんかいろんなキャラと対戦してる経験があるから、はい、戦いは結構上手いと思う。まあ、このカードはあのエンチューバーの使い方が非常に重要になるからです。お互いなんか授業であんまりやることないけどね、まあ、剣はうかつに走れない、うかつに飛び込めない、その中でやっぱり飛ばせたいですね。そうだね、波動拳打って飛ばせて、そういうことだけど、剣はね、球の性能が竜とかそれほど良くないから、たまにダンプライトとかで隠る状況は結構多いっていうのが。あとはこれは、剣の中圧の発生が早いから、ネクロの壊しダメージの下段からの発生に対して中圧くらい発生する。浮かせにあの掛けには使えないと。上と下の掛けっていうよりは、やっぱグラップを絡めて、まあ、遅らせ肘とかで単発掛けて取ってるっていうのが、これに比べると、はいはい、まあ、今のファングで、ね、夏山反撃にしてたけど、はい、あれどこでガードしても、やっぱりラスト2段目から使って、ネクロ側も触れる技っていうのは結構少ないんで。さあ、画面端のこれがやはり、鍵になる右ガードだが、最近は投げて。この画面足うまく使っていきたいが中大暴れ、ここが非常にうまく暴れてきた。さあなっちゃんがちょっと厳しい状態、大爆弾で、おっとここは非常に前反応、 DX 処理を落としていく。壊しエレクトリックでかかぶろチアシャドウ、ちょっと信頼じゃないか。全く波動拳の意味は分かりませんが、なっちゃんさっきの波動拳の意味はこれですね。はい、さあ先ほどマナーが言っていたように、これは非常に有効な手段。ナッチャー勝っている。準備はいい。ここで出てくるのは竹本チュンリー。さあ竹本チュンリーはプラス1。さあ本日はこれチュンリーはこの竹本チュンリー。竹本のみですね。竹本3強はナッチャンのテンポ、竹本チュンリーだけです。非常にキャラバランスが整っていると言えるんでしょうかね。
まさか今大勝利が準備を壊すにするからだから、まあ、あれはまあ強いですからまあそこら辺はコメントしないのはほとんどだなと思って相手に進んでくださいさあランちゃんかなり1、2戦は得意なはずこの現地にはジクシーしているはずの夏そうこれはねあのマッチャーは春風が強いって言ってますからまあそんなこと言いながらね神奈川最強決定戦でね言いましたね確かに、はい、そんなこともありましたねまあそのぐらい実力を持ったプレイヤーなっちゃんファイリーズレディエンゲージやっぱり対チューリーというのを考えると、このキャラの1ラウンド目のチューリーがゲージない間に、そうですね、あれはね、やはり1ラウンド目は取りたいですね。1ラウンド目の感じというのは、あるよね。投げて、画面はしゃけをつさせられない。逆に投げてるな、竹本。勝利池で勝って。かかとはちょっと消極的だったか、今の選択肢。投げて。走り切ったところに八景から、まあ、もう一回走ってきたところに千賀氏が置いてある3ラウンド目でこのチューリーゲージにマックスっていうのは相当きついでしょうこのゲージ差というかなというか爆発しやすいで決めていいかなというか中年がないからさこの後チューリーを入れてそうなんですねはいマイブロンターゲットねだから表で発射で取りたくなるっていうのはありますてさあ竹本がやはりキャラの強さをここで見せていくのか内野手で勝って夏が自分で見せていくよ淳のいびき上がってきた岩室に上がってきた淳のいびきここで下部の中和勝力やはり強いチュンディさあ非常にメンツが濃い今日のつわもの戦ここで出てくるのはヘボリの竜限定ヘボリの竜ダイヤシーこれさん中流戦の恩人を選んでるねこれ身内なんですよあ、そうなの、はい、かなり知ってる顔ですまあ、おそらく練習タブだと思うなさあ、これは電池使わないでしょう投げて知らず先制してくるのはヘボリュー Prepare to strike now 走ってきたのにいい場所を決めてダイダイ追いつけて小足から大剣打ち出し大盤入らず小足中足ハザーダウンされているさあしかしこれで芸者溜まっているがさあどうする使わないでなんとかこのラウンドを取れば次のラウンドかなり楽な状態で迎えられるがここは竹本も忘れかと言っている間にエボリューのでエンジンが刺さってさあ、ね、っていったなエボリュー膝勝利から電信をね出せば強くなるそういうことですか、はいさあヘボリューはマイナス2の状態からこれでマイナス1ですね。そうですね。戸塚先生はペラマイズ。ペラマイズ。やろ。投げてヘボリュー効果ガーデン足でゲージをうまく貯めたい飛び込み入っておっと EX にゲージを使った中段はブロックでいきたい EX マシンが中間ジェッパーさあ戸塚先生をあまり乗らせると一撃死が見えてしまうぞここは中足 EX アドをしっかり使っていって先制したのはヘボリューファイルズレディバトリーは、はい、昨日も赤風呂を取っても、うん、円柱から入る場合は、ちょっと広いんで、中足から出ちゃっても、ガードするしかないけど、だから、昨日は結構、相性いいんで、はい、足大胆、ショートコースインで、ゲージがたまって、構造使っていく、さすがに入ります、投げて、さあ、これ使うのか、さあ、ドレンジ、背負っている。波に乗ると戸塚先生はかなり破壊力が増してくるがここはヘボリうまくさばいているといけるでしょう空中ゴールにしっかりガードしているタリファーを距離をうまく見定めてしっかりここは処理劇にかかって you win. ここで登場は先ほど縦断線から上がってきたアッチさあアッチの意味ないヘボリューまあ、これも味方がかなりやっているカードではあるでしょうお互いかなり対戦経験があるはずですそうですね淳は終盤で味方と死ぬ4分でバーサスいきますね、はい、そうですねバーサスバーサスバーサス味方とかそういうことですからここがガス切って
バチなんで引き返してポーサー決めてベロベロあちょっとこれはどうですかですね言いつけないわこれはちょっとゲームを進んでしまったがここは首折りしっかり決めて首折りって、はい、実は削り超でかいんですよはぁ、あ、はぁ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 まあドライバーの下がりくらいはないなもうじゃあもう削り余裕です、ね、まあゼロだったんだけどはさあこれはループするぞループアセスキス筋さあですねキスの3発頭やダメージがやはり高いこの U アッチがなるべく通常技を食らわないようにいたしますいかないといけないが EX 勝利食らってしまってここは EX 勝利削れないおっと学班のはずが逆に倒れているのアッチここはブロブロブロさあお互いブロの取り合いシェアシェイクサードあっという間に体力ゲージ 2割や3割飛ばされているさあちょっとあっちこれ以上のダメージは食らいたくないがどうしよう。おっとここは大パン EX ソフトから大タツ先になって大タツ先は決まってないですねタツ先ちょっと厳しいかあっち投げられてエボリーがこれで3連勝さあ出てくるのは太郎のユリアマイナス1さあ今日はかなり人数が多いため連勝することがかなり昇格への鍵となるでしょうまあ当然なんですがあまり時間をあげたくないあまり待ち時間が長いとちょっとプレイヤーやってる方もあまり集中力が長く続かないでしょうサクッと上がっていきたいのは誰もだそうここで3連勝しているのはヘボリューこのまま流れを作っていけるか投げて1ラウンド先制したのはヘボリューヘボリューさんあれですよね前髪スタートだから、はい、そうですねこれでまだフラス1、はい、投げているのは太郎今度は投げてリズムを作りたいヘボリューだがうまく太郎が切り返しているタックルはバックジャンプでしっかりガッツデボリがうまくイリアのペースに乗らないようにしていっているかここはエイジ去られて2枚目を使ってきたの押したいバックさ垂直ジャンプライケーなっていって1ラウンド取り返していく太郎のイリア投げてエボリのターンいやしかし投げ返しているのは太郎ゲージは1個溜まっているが対するエボリも前陣ゲージは溜まっているワンダウンが連続になっているかこのカード投げて発動したいがなんとここはあの前陣当然ここは出していくでしょうしっかり拾っている大パン勝利権めぐり出す巻きがガードしているさあしかし集めた太郎の体力はかなり減らされている状況だが無理やり2枚目使っていってブロブロブロしかし1分のダメージ3枚目ゆっくり刺激を取っていきたいところでアッパーピーやっとこれで振り出しに戻りましたねコニタンがどうぞスネークワーク入れてモニタも簡単にはこの大事なポイントを失いたくないダメ足に注意していきたいがモニタどうするスネークワーク外されてこの組み合わせは絶対電磁だから電磁ですか一択なんだけど、はい、ネクロスから電磁に対して変わってたからあーまあまあそういうことですだからまあそこまで考えてるのは分かんないけどこれはボリューサの選択は正解ではあるんですよなんですけどこの SAA の組み合わせって壮絶な殴り合いになるんで勝率が全く安定しないですよねはぁ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 ちなみにスネークワークガードしたら言うなんかスネークワークスネークワークは近めの方が真空が入ります電柱を選んでる場合は、まあ、ないんですけど前ダッシュしても反応がないからはぁはぁ距離を詰めるウーブフレームを使ってタクをかけるでその後のタクが寝転がるのもう完全に命を取り上げるはいはいそうですねテグラッパー左
フライパン決まっているが、スタンチが溜まっている鬼さんだが、レンジを漏れなくない。リープここでレンジ決まってしまって、三段決まって、残ったロボットからめくり中継。さあヘボリゴ連勝。さあ電気界真空波動拳エボリュー対プレイヤー兼解説のバナオ、本日は2つの顔を持っている今日のバナオですが、リュウリンに関してはかなりバナオは定評あるこのところです。めぐりたさんに当たってしまって、いえ、さあリュウリンはこれはお互い SA が違うようですが、アッパ波動拳体力リードしているのはエボリューですが、バナオはあっという間にこれは、さあ投げて PA、投げて PA、 電陣で一発でピオらなかった場合のことを考えてヘボリューがこうやって PA をばらまいているんでしょう。中段 EX 作動投げて、ここが使うのか、波動電陣通っている、投げてカッティラウンド取っているのはヘボリュー。 Are you ready? Go!投げて、さあ今度も2ラウンド目もヘボリューのターンから始まっているか、返しを動かして出し投げはしっかりキャッチしている、出し合えば投げて PA、 電陣波動拳を食らった時のための対策をしつつ安定して置き攻めはしない、この男使わない、昇竜拳を打ってから電陣使っていって音飛び折り返ししない、攪拌しっかり決めてバナオが取り返す。ファイナルラウンドエンゲージ、ガチバン投げてヘボリューがここは取られている、飛び込みから、おっとこれダウンさせることはできない、エキサドが戻している、ここで連中アドーク、どういう意図があったのかバナオ、やはり PA をこうやって使っていって三地回復を狙っている、2つだけで無理やり小画像するが、これは失敗、逆に画面端が割っている、波動拳中盤竜巻打って投げて電池行こうとしているが、対空昇竜拳なんとエボリュー6連勝。さあヘボリュー昇格戦、相手はシャオの息吹、この男を対立を見てるとかなり勝つ匂いはあるが、しかし相手はシャオ、そう簡単に画像を崩せないはずですが、体力リードしているエボリュー、ライドって当然のごとく選んでいる、せいや闇しぐれのシャオ、ここは画面端を取りたいところで中足エクサードを端末を取りたい、やはり大きい中でやりしぐれ決めていく、シャオクライを投げて、そんな簡単に上がらせをしないと、シャオがここで踏ん張っている、はい、やりしぐれの後おきそめの隣は、あの闇の当たった位置で正確判断できるんですか、はい、あの位置があれ画面のスクロールの関係で一定じゃないんですよね、闇の状況、だからあの状況で止まった時に闇が終わった状況の画面を見て表裏を判断するっていうのはある程度はできるんです。さあしかしシャオ流線がうまい、やはりかつての闇神とはやり慣れていくことだけのことあるのか、毎週券で乗っていこうとするとぼかしまして、さあちょっと一撃も食らえないが、壊し X 部を決めて止めたシャオ、素晴らしい。出てくるは池山のネクロ、さあ先ほどやはりネクロに言わされたシャオだが、ここはしっかり勝っていきたいところ、立ち台系がスタンション稼いだのはいいが、ちょっとお見合い、すげえ投げて、さあ大事な前橋、この組み合わせの SC だと、闇と少年期と霞とエルというの読み合いになってるのが大事なんですけど、伊沢
ここに及んで、はい、走りにしたくなってきたのしかしこの闇しぐれが非常にうまく殺している最後はピエール殺したピエール幻想だよ、はい、結構自分の方が多くて、ね、相手が強いのなんで、はい、前からピエールでしかも確かイブキの3人あーイブキのピエール3人なんですよ知らねえけど確かそうです殺す時にスタンスとかコミュニケーションが関係なくなったんで当てて18秒分とかこの感じさあ池山はなんとかしてエレクを1段入れてダメ走さあこのエレクを決まってきっかけとなるかさあ浮き出しない投げてリズムを掴んでいるのがヤゲシャオの方か結構イルキユーの状況だよそうですよねさあしかしタンパササタンパササで池山がシャオの体力を奪っていくスーランガードシリーズ1ラウンド取り返した池山だから、移動の家ないから、はい、さっきみたいにちょっとスラが出るとでも反撃が逆転させるのさあ、ここは下部をかなり網しぐれかなり減っているそう今のは、位置的に下が向いてないんだ、はい、だから邪魔が非常に今度はシャオが上手いネクロ戦を見せているが転がり足がかなりカニになるかしっかり楽しんでいるエレクトリックスで決まって池山ここで決めたい繋い投げて当然シャオは自分のスタンスを回復させに下がって下がってさあ小技で小技で最後は繋いシャオが2連勝 You win